ゲラニオールはゼラニウムから発見された直鎖モノテルペノイドの一種。主にローズオイル、パルマローザ油、シトロネラ油に含まれる。また、ゼラニウムやレモン、いくつかの精油にも含まれている。無色、または薄い黄色の液体で、水には溶けないが、多くの有機溶媒には溶ける。バラに似た方向を持ち、広く、香水に使われている。また、桃、ラズベリー、 グレープフルーツ、リンゴ、プラム、ライム、オレンジ、レモン、スイカ、パイナップル、ブルーベリーのような方向としても用いられる。研究によって防火剤の効果があることが示されている。また、蜜蜂は匂い線で合成したゲラニオールを使って蜜を持っている花と蜜蜂の巣の入り口を標識する。ゲラニオールが痴漢期となった時はゲラニル元と呼ばれ。 他のテルペンの生合成にとって重要である。酸性溶液中では、ゲラニオールは寒化して、アルファーテルピネオールとなる。バーナード、D.R. アンドシュエ、アールラボラトリーエバリュエーションオブモスキートリペルンツ、アゲンストエレスアルバピカタス、キューレックスニーグリパルパス、アンドアクラテイタストライシリタス、ジェイメットエンタメル、41、726から730、 2004UF エンタマラジストディベリップス政府エフェクティブオルターナティブツーディートインセクトリペルンツユニーブオブフロリダ1999ありがとうございます